皆さんこんにちは。寒くなりました。お元気ですか？今日はこのカラオケをしてる猫ちゃんと、それからこのシクラメンを描いてみたいと思います。さあ、寒さに負けず頑張って描きますよ。まず猫ちゃんね。猫ちゃんは大きな丸を描きますね。これ割り箸で描いてます。それから中にも大きなお口、牙牙、お鼻、目目、てんてんてんのおひげ、てんてんてんのおひげ、ここまで描いたら目の上にお耳を描きます。はい。そしたらここにマイクのを持って、手で持ってるよ、ね、そしたらこっちの手はね、よいしょって楽しげに上上げちゃいましょうか。ふっとこう体が来て、はい、しっぽ、こんな感じです、ね、楽しげに歌ってるっていう感じにしました。では色を塗りますね。うん、この子ね、トラっぽい柄の子にしましょうかね。それは茶色と黒を混ぜて、はい、てんてんてん、ちょっとお耳ちょっと濃く、てんてんてん、3つずつね、てん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 、ここもちょっとやっとこうか。背中も、尻尾はこういう柄にしようかな。猫いろいろな子いますからね。そしたらそうね、お鼻とほっぺをピンクを入れます。そしたらだいたいあとは黄土色で適当にさーっとこう色を入れてやりますね。私は犬派なんですけどね、でも最近猫ね、随分人気者ですね。買ってみたいなと思うんですけど、でもなんかちょっと家をね、壊されそうで怖いんですよ。そしたらここにお口を朱色で塗りましょう。大きくね、はい、大きく開いて、あ、そう、ここのマイクのちょっとお尻もこうね、ちょっと描いていきましょう。こうしてね、はい、マイクは黒でしょうか。じゃあここちょっと黒に塗っていきますね。それからこの周りをちょっと黄色で輝いているようにちょっと塗ってやりましょう。はい、ほら、こんな可愛くなりましたよ。そしてまあ私の毎日ですね、こんな風に遊んでますよ。はい、にゃーんとも楽しい、楽しいって面白いでしょ、これ真似してね。楽しい毎日でと書きました。そして楽観を、はい、押します。はい、できましたよ。はい、じゃあ今度は、ちょっと綺麗なシクラメンをいきますね。これも私割り箸で描くんですけども、まあ、お筆の方がいいなっていう方はそれでもいいですよ。シクラメンっていうのはキュッとこう上へね、花びらがねとんがってるっていうのか、こう下から上へ行きます。ここをまず点しますね。そしたらふっと真ん中の辺でね、こうちょっと広げてやります。1枚しっかり描いたら横はちょっと見えるようにします。これね、5枚の花びらがあるんですけどね、足がこういってるでしょ。だからここにね、引っかかっちゃう子がいるんですよ、この足に。で、これがうまく上がれないっていう子がいるの。そういう子をね、ちょっと一度ね、またシクラメン買われたらね、よく観察してみて。本当に面白い。絵を描くとね、なんか見ようって。この子なんかもう完全にこう後ろ行けなかった子ね、足に引っかかって後ろ行けなかった子がいる。そしてつぼみはですね、こうしたらこうちょっと丸かって
こんな感じね。下向いてるんですよ、全部ね。はい。で、ここにも、ちょっとこっち向きの子も描きましょうね。はい。描いたら、これも、これも、これも。さあ、この子も、上がれなかった。上がれなかった子がここにおります。そしたら、ここにももう一つ、にぎやかにね。あの、シクラメン買うときはね、葉っぱがね、多い。お花多くなってもいいけどね、葉っぱがしっかりしているシクラメン買った方がいいですね。そこからどん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 とね、花がね、出てきますからね。さあ、もう一つここ寂しいから描こうか。ね、いくらでも描けばいいよ、こうしてね。3つ、4つ。この子うまいこと言った。よ、5つってこういう感じにしようか。そしたらぐるっと回って、こっちに足が来ます。足ちょっと、いっぱいになりましたけどね。で、こんな風に足があって。さあ、今度ね、シクラメンの葉っぱですね。葉っぱはね、7つのね、葉脈があるんですよ。1、2、3、4、5、6、7。ね。書くときは、そうですね。1、一番長いの。2、3、4、5、6、7。こういう感じに、まず葉脈を書いて、この6、7の間のところを、くるりっとしたらこう、一番長いところがとんがるところです。こうね、まあ書けないところは適当ですけどね。こうして、はい、1、2、3、4、5、6、7、なんかちっちゃいのね。まあ下の方は適当にしておきましょう。はい、ああ大きな字が書けないぐらいになっちゃいましたね。まあ色塗ります。勾配でいきましょうか。いろんな色があるんですけどもね、勾配でいきましょう。まず筆の先に勾配を立てて、筆を立ててこうして絵の具を入れます。このくらいね、少しですよ。ですか、少しです。全部筆の中に入れちゃうとね、いけないので、この筆のこの辺ね、4分の1ぐらいかな。そしたらはがきを逆さにして、どの辺こうか、こうかな、ここか、はい。じゃあここ全部、筆を全部下ろすので、1回ずつ色をつけてね、こうして元をね、ちょっと濃くする。そしてポンポンとこうやって置くだけ。ね。ここもそうかな。いい？見えますか？映ってるかな？絵に夢中になるとね、映ってるかどうか分かんなくなっちゃって、ごめんなさい。そして、みんなお風邪大丈夫ですか？私はね、風邪はひかないように頑張ってます。ね、こうして。してこう入れます。はい、入れました。そしたら今度は、この茎ですね。茎はね、黄緑色に若葉と色ですね、若葉色に赤をちょっと入れて、そのままスッと引っ張ります。はい、スちょっとね、赤いのよね。そう、このひっくり返りながらね、とっても綺麗になってるっていうところがシクラメンの良さですので、どうぞ皆さんゆっくりとね、このシクラメンを買ってご覧になってください。さあ今度は葉っぱですね。葉っぱは、青草にですか、映ってる青草どこ青草に本藍を少々先に入れます。そしてこの中心の方ね、中心の方にこう濃くして、で外の方は薄くでいいです。こういう感じでね、あのなんかね、白くなってるっていうか、模様が入ってるような感じになってますよね。もんもんもんってなんか葉っぱの中心からね、それをちょっとこうして塗ったら、今度この水色
水色どこかな、これ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 、これをと少々取って、でここら辺にモン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 とちょっと入れます。じゃあね、ここにね、皆さん前やりましたよね、あの水滴描きましょうか。水滴の描き方もう一回思い出してください。いいですか。でこの青草をこの上にね、薄いところに青草を、はい、水滴のように塗りますよ。ここにも入れておこうかね、ちょっと練習だから。まあ同じようになりましたけども、ここにもちゃんとちっちゃいの入れておこうかな。そう、この青草をまず塗ります。丸く塗りました。そしたらこのお筆の青草に白を混ぜて、少々薄い青草を、はい、お寿司のネタのように今青草をのせた半分を染めます。わかる？ね、半分を染めます。そしたらボールペンでいいですので、この下をこうお盆を引いてください。ね、お盆を引きましたら、お盆引いた？わかるかな？お盆を引いたら、そしたらこういうチューブの絵の具でいいですので、少し出して、はい、串、お料理に使う串ですね。これをちょっとつけまして、ここの落ちてくところにチョンチョンチョンとつけます。はい、これでいいよ。どうかな、見えますか？はい、これじーっと見てるとね、プルーンとね、なんかこう浮いてくるような感じになります。お花の上にもつけてもいいですよ。さあ、ここに字を入れます。なんて書こうかな。我が家はね、この子ね、窓辺にいるの、だから、出窓ね、出窓で華やかにと、華やかにと、んと書いて、はい、書いてきました。どうかな、これ見えますか、水滴ね、やってみてください。はい、では良いお年をお迎えください。来年も見てくださいね。ありがとうございました。